2枚重ねにしたお花紙を蛇腹折りにして作るユニットで、華やかで美しい睡蓮がとっても簡単にできます。濃いピンクの花で作り方を説明します。使うお花紙は黄色半分、紫1枚、ボタン3枚です。素早く簡単に蛇腹折りにするために8等分の型紙を使います。おしべの黄色いお花紙は半分に折ります。紫とボタンを2枚重ねにしたものを1組、ボタン2枚を重ねたものを1組作ります。半分に折った黄色のお花紙を蛇腹に折るときは、型紙の手前の端に合わせてください。一山ずつ折っていき、はみ出たところを押さえて型紙を引き抜けば蛇腹折りの出来上がりです。黄色のお花紙は型紙を使わず適当に蛇腹折りにしても構いません。真ん中で切ったら半分に折り、端に細かく切り込みを入れます。開いてから真ん中をホッチキスで留めます。ボタンと紫を重ねたお花紙は黒い線に合わせて型紙に挟み、手前から端までしっかりと折り目をつけていきます。端まで折ったら、はみ出ているお花紙を押さえて型紙を抜き取ります。それを半分に折ったら、山折りになっている方から真ん中あたりまでカーブを描くように切ります。開いてから真ん中をホッチキスで留めます。ボタン2枚重ねの方も同じように作ります。これを広げていきます。黄色いおしべは一つしかいらないので、もう一つは次の花を作るときに使ってください。2枚重ねになっているお花紙を破らないように気をつけながら、根元までしっかりと開いていきます。色違いになっているものから開くとやり方がよくわかります。半分開いたら反対側も同じように開きます。ボタンと紫がこんな風に左右に分かれます。紫の方が下になるように広げて机の上に置き、ボタンの折り目が集まっている中心のところを強く押さえます。ボタン2枚重ねの方も同じように開いて真ん中を押さえます。黄色は小さくて開きにくいですが、同じ要領で開いてください。最初に2つ折りにしたので端のところがつながっています。広げて破ってください。反対側もつながっていない方から開いて最後は破ります。これも机の上に広げて真ん中を押さえます。これでおしべと花と額のユニットができました。3つのユニットを水のりで貼り合わせます。額の真ん中に糊をつけて、中心を合わせるように花を乗せ、真ん中を強く押さえます。また花の真ん中に糊をつけ、おしべのユニットを同じようにして貼り付けます。全体の形を整えて完成です。淡いピンクの睡蓮を作る場合は、黄色と桜とウグイスを使ってください。白っぽい睡蓮の場合は、黄色とクリームとウグイスを使いました。お花紙の色の組み合わせは決まっているわけではないので、手に入りやすいものをお使いください。2枚重ねのユニットを作っておけば、組み合わせるだけでどんどん花ができていきます。葉っぱと組み合わせで飾ったり、睡蓮の池を作ったり、飾り方を工夫してお楽しみください。